はい、世界中の皆さん、日本中の皆さん、どうもこんばんは。ただいま朝の、真夜中の4時ぐらいです。先ほど動画作って、どのっと作ってね、朝の8時にね、3本の4本連続で、動画作ったんですけども、カメラマンとしての血がですね、グリグリ騒いできまして、なんかうまく撮れないと、もう幼稚園児レベルの、腕しかないもんですからね、今ちょっと納得できる画角をね、撮影していこうと思います。はい、ちょっとうちの猫が来ましたね。はい、じゃあちょっとね、今被写体から1メーター以上離れてます。1メーター30センチぐらい離れてますかね。やめてほしいな、こういうことするの。撮れないんだけど、うちは過保護ですからね。はい、うちはね、甘やかして育ててますから過保護です。はい、じゃあちょっとね、あの被写体に今こう、今お任せモードで撮ってるんですけど、被写体にちょっと寄ってみましょう。どういう感じでやったらうまく捉えることができるのか、綺麗に撮影できることができるのか。今ね、照明を2つ焚いてます。100円ショップで買ったね、蛍光灯があって、蛍光灯ね、それと LED 蛍光を横から焚いてるという形のね、やっぱり光って大事ですからね。カメラっていうのはね、覚えたてのちょっと脳書き言いますけど、光を記憶する装置、カメラというのは光をね、記憶する装置なんですね。はい、徐々に寄っていきますよ。いいですね、画角が綺麗ですね。やっぱり光が大事ですね。で、このレンズ暗いんで、さっきも動画上げたんですけど、マニュアルモードで撮るとやっぱり黄色っぽく映ってしまうんですね。黄色っぽく映ってしまって、現実じゃない色に、現実離れした色になったんで、やっぱりちょっとあのマニュアルモードは、アクアリウム撮影には、あの設定はちょっとあんまり良くなかったな。なんで、とりあえず今、お任せモードの、本当にノーマルで撮ってます。ちょっと寄ってきますよ。寄れますね。エビ。ガラス表面にちょっとホコリがついてるな。で、今三脚使ってます。ちょっと傾いてるな。いいか。まあいいか、ちょっと多少は。まで寄りますよ。寄れましたね。だいぶ寄ってきましたね。これは南の前日かな。ちょっと角度変えましょうか。真ん中に、中央に。捉えましたね。もうちょい寄れるかな。これは標準、レンズキットのカメラです。あ、これが限界だな。今最大に寄ったつもり。これ以上寄り方あるのかな。ないな、寄り方。はい、これはね、お任せモードでちょっとだけ色目を変えてみました。温かみのある色に、3段階ぐらい寄せました。温かみのある色目にね。ちょっと照度が強すぎるかな、隣の LED 蛍光が。どうかな。ちょっと下見行きましょうか。ちょっと照度強すぎるね、これ。どうかな。これもね、あ、傾いてるな、これ。平行になってないな。ここで固定だな。この辺から撮らなきゃいけない。あ、傾いてるな。これね、ラインがあるんですよ。ちょっと動画また無駄に長くなると思うんですけど、撮影の練習なんでね、まあ、お付き合いください、暇な方は。あんまりね、話もちょっと撮影に集中今してますんでね、頭の中はもう撮ることだけにね、撮り鉄です、私。こういうの撮り鉄って言うんですね。撮る。ちょっとこれ、
お任せモードでちょっとこれ今明るい朝日をちょっと表現してますね。おエビさんたち、いいよいいよ、ゴキブリみたいで。ちょっと照明の位置変えるか。ちょっと眩しすぎるな、ちょっと眩しすぎるな。間接照明にしよう。ちょっとこのぐらいちょっとずらそう。これでどう変わったかだよね。ちょっと照明の位置を変えました。眩しすぎるな、やっぱり光が強すぎた感じがしたんで。変わってないか、変わってないか。ちょっとまだ光が強いな。ちょっとここで寄ってみるか。ここでぐーっと南沼エビ、これが限界っぽいな。もうちょっと近寄ればいいのかな。はい、40センチほど今近寄りました。ここで拡大してみよう。被写体をでかく捉える練習をね、今ねルミックス JH4 でやってます。あれ、なんか色が変わったぞ、勝手に。なぜ、ちょっと寄れてきたね。エビをちょっと捉えてますからね今。よし、この位置だ。あ、にお前動くなよ、そこで。被写体がまあ鳥とかに比べたらよっぽど動きがスローリーなんでね、あれなんですけど、マクロ撮影はねちょっと今練習してます。あ、なんか手が疲れてきた。ちょっと被写体をこいつに変えよう。あれ、これ以上寄れない。いやー、撮影っていうのはちょっと奥が深いですね。なかなかうまくね、被写体を捉えることができません。お、グッピーがいる。グッピーを捉えてみるか。ちょっと被写体を変えて角度をちょっと上に向けて。こいつら動くからな、グッピーは。結構こっからちょっとゆっくり手動で寄ってきますね。あ、こいつら動くから難しいわ。まあいいや、グッピー諦めよう。もう一回ちょっとエビにピントを合わそう。南沼エビですね。もう動くなよお前。動いたら俺捕らえることできないから。もういいや、ちょっと諦めよう。あれ、この黒い物体にピント合わせましょう。難しいなあ。あ、でもなんかちょっと撮影プロカメラマンとしてのこのちょっといいんじゃない、この写真、この画角。寄る、お、寄ったぞ。はい、これ最強の寄り、かなり最強に近い寄りじゃないかなこれ。はい、ここでね、お任せモードで色目を、ブルー寄りに変えました。さっきはオレンジ寄りに入れてたんだけど、今度ブルー寄りに真逆に振ってみました、色をね。この色目をちょっと振るっていうのもね、どういう色目でやっぱり表現イメージが変わりますからね。やっぱりちょっとこのマクロ撮影っていうのは、でもなんとなくうまく上達してきたっぽいぞ、撮影が。この松本の新芽を捉えた、いいね。お、エビがおる、エビがおる。こいつにちょっと被写体を変えよう。ここで固定だ。でこっからさらに、これ以上寄れないんだ、これ以上寄れない。あ、よく見たら水槽表面によだれがついてる。これはちょっと汚いな。はい、もう一回ちょっと寄りの練習しますよ。今水槽にから、約55センチ、60センチぐらいの位置からね、被写体を捉えようとしてます。ああ、こういうマクロ撮影、撮り鉄ですね。
ああ、寄ってきましたね。お、エビ発見。あいつにちょっと、シャッターチャンスを、エビを中央に持ってきて、もう一回ちょっと寄っていくぞ。あれ、いかん、植物にピントが合ってしまった。あ、なんか奥にエビがおる。大和の前エビ捕らえた、捕らえた。撮り鉄です。大和の前にピントが、この撮り鉄魂。ちょっと左寄れ、左に。おい、動画クソ長くなるぞ。これここまでやってたら動画1時間とかなるぞ。お、動くなよお前、動くなよお前。かなりうざいんですけど、逃げられたわ、被写体に。シャッターチャンスちょっとやられたわ。はい、ちょっとライトの向きをね、移動させて、ちょっと、あまりにもね、眩しかったんで、ちょっと変えてみました、雰囲気をね。この角度でもう一回ちょっと捉えに行こうと思いますね。うん、被写体が、ちなみに、あ、おったおった、真ん中におった、ヤマトの前エビ。これ自宅でスキューバダイビングできるから、これこいつだろう。あれ、ちょっとピントが なぜか合ってないぞ。中央にピントがずれてるとこに、おい、ちょっとなんで合わないんだよ、おい。はい、ちょっと照明の角度を変えてみました。こんな感じでね、光を利用することによっていろんな絵が撮れるんですね。毎回違った画角でね、違った絵が撮れるんですね、これね。ちょっと水槽表面のよだれが気になるな。水槽表面のよだれにピントが合ってしまうことがある。ちょっと下に移動しよう、ティルトしよう。自分ら素人なんでね、ティルトパン連発しますから、はい、ティルト、おったシャッターチャンス、シャッターチャンス。おい、ちょっとやめろ。おった、ゴキブリ、水槽内のゴキブリ発見。ちょっと逃げるなよ、今まさにこのチャンスは1回しかない。よしよし、大和の前エビ捕らえるぞ、中央に。そう、動くなよ。よし、捉えた。気持ち悪い、こう見るとゴキブリ、水槽内にゴキブリが。ほぼ捉えたでしょ、これ。ちょっと角度悪いかな。ほぼ捉えたでしょ、中央に被写体を。あ、ごめん、ピントがずれた。これですよ皆さん、これが大和の前エビです。やめろ。被写体をね、中央にドーンとこう捉えなきゃいけないんで、 GH4 で。あ、よし、動くな、お前。捉えた、被写体を。撮り鉄ですね、これが。あ、被写体が。よし、逃げんなよ。おい、どこ行くんだよ。おい、ちょっとカメラ、被写体が、ちょっと引こうか。あ、おったゴキブリ発見。これ大和の前エビですね。成功しました、撮影に。工夫すればこうやって綺麗に捉えることができる。ちょっと気に入らないのは水槽の表面のよだれ、これが気に入らないね。これを丁寧に拭いてから撮影に挑まなきゃいけませんね。はい、こんな感じで、自分みたいな、カメラど素人でもなんとか、まあまあ大きく、本当はもっと拡大したいんですよ。
でもこれが限界っぽいな。本当はもうめちゃくちゃ拡大したいんですよ。あの口の間とか超拡大、あの顕微鏡みたいに拡大したいんで、でも、目的達成しました。一応画面いっぱいにちょうど大和の前日捉えましたね。うわ、水槽表面のよだれがうざいな。よだれが、こうやって見ると大和の前日の尻尾は4つ、グリーンの変な、こいつベトナムから来たのかな。なんかベトナムのイメージ、あのベトナムの国旗みたいな、どこの国だろう、あれベトナムじゃねえや。なんかグリーンの4つのどっかの国から来たのかな。でも日本の変わった尻尾見て、深緑の、これ色いじってないからね、ほぼ現実の色だから、ちょっと深緑だな。水槽表面のよだれがキモいですね。だいぶちょっと腕上がってきたんじゃない、撮影の。ねえ。で、寄ってばっか、俺はね、結構ね、あの、素人にありがちな、寄りたがるんで、寄りたがりなんですよ。うん。でもそれはね、リスナーさんとか視聴者さんにとって不快な映像になるんですね。寄ってばっかだから、俺は。うん。どうしてもなんか寄りたくなっちゃうんですよ。素人だから。ガーッと寄ることがなんかね、好きなんですよ。でも本当はね、あの、僕がいろいろ見たところ、こう、引いた絵を、見てたまに寄るぐらいでね、本当は全体像をしっかり見せて、構図としてはで、たまに寄るぐらいのね、そういう画角の撮り方がいいんじゃないかなと。あ、またあいつ捉えるぞ、あのエビ。中央にちょっと難しいわ本当。よし、動くなよお前。よしよし。うわ、こいつ結構活発だな。うざいんですけど活発で。中央にでも捉えてるぞまだ。よし、ゴキブリ。もうこう見るとゴキブリだね。みんな、俺がさっきからゴキブリゴキブリっていうか、ゴキブリに見えてきたでしょ。茶羽ゴキブリです。今目の前にね、水槽内のゴキブリこと、大和の前日。ちょっと見方を変えると、もう茶羽ゴキブリですね。はい。ちょっと前のあの、茶色の葉っぱ邪魔だな。おい。ちょっとあれ取って誰か。目の前にある茶色いあの葉っぱ邪魔。大和の前日、捉えられないんだけど。いや、こういう感じなんだ。もうちょっと拡大したいな。もうでもこれ以上はちょっと、難しいっぽいんだよな。ちょっと俺が寄ってみるか。どこまで拡大できるか。ボケるんだよね。もっと寄ってみるか。ちょっと葉っぱが邪魔だな。ちょっと尻尾にピント合わせますよ。尻尾に。で、ちょっと寄ってきますわ。よし。ちなみに今、パナソニック GH4 の標準レンズキットで撮影してます。ああ、これ以上寄るとボケるか。よし、顔面取られたぞ、顔面を。エビのような。このままちょっとじっくり、あー、もうこれ以上寄るとボケるんか。あ、いける。難しいなぁ。いかん。なんかあの、49点ピント合わせっていうのまだ読んでないや。ちょっとあの葉っぱが邪魔なんだよ。葉っぱが、あ、ボケた。ボケた。なんでボケるんだよ。茶羽ゴキブリ。ああ、まだボケたな。
難しいな。これオートモードでやってんだけど、撮影って奥が深いんだな。これよし、もう動かないでよ、捉えられないから。ちょっと動くのやめて。今マクロ撮影を挑戦してます。よしよし、あー葉っぱが邪魔。はい、ということでね、今回もちょっと撮影技術少しね、ど素人、幼稚園児からね、幼稚園児の年長ぐらいになったんじゃないかなと、小学校1年生ぐらいのレベルに今日の努力で上がったんじゃないかなということで、新春アクアリウムカメラ雑談、撮影技術を研究しろということで、ちょっと動画長くなったかな、今回15分ぐらいか20分ぐらいかだらだら話したんでね。ということで、またお会いしましょう。